まさか。わあ、なんか変な感じ。左耳にプールの水が入ったような感じがする。私は宮島千鶴、23歳の社会人1年目。今日もいつも通り出勤の準備を進めていた。テレビも聞こえづらいような。なんか詰まってんのかな。めまいもするし、風邪かな。突発性難聴はこんな風に何の前触れもなく発症する難聴で、年間3から4万人が病気にかかっている。めまい治らないな。宮島さん、宮島さん、はい、大丈夫？すいません、治らない。なんだろうこれ。左耳が聞こえないと右耳で聞き取ろうとするからなのか、すごく疲れる。はあ、今日は早めに寝よう。まだ聞こえづらい。突発性難聴の原因はストレスだという説もあるが、はっきりとしたことは分かっていない。明日休みだし病院行ってみようかな。これは突発性難聴ですね。難聴？はい、この症状が出始めてから今日で何日目ですか？3日目です。ギリギリですね。え？突発性難聴はどれだけ早く治療できるのかが鍵になります。できれば発症から2日以内、遅くても2週間以内には治療をしなければ永遠に聴力を失うことになる本当に怖い病気なんです。先生、早く治療してください。はい、それでは今日から入院しましょう。入院？はい、入院するレベルの病気なんですね。はい、もちろんです。私新社会人なんですけど。手遅れになりますよ。わかりました。それからステロイド点滴と服薬治療で1週間ほど休んだ。聞こえるよかった。1週間の治療でまるで耳栓が取れたかのように耳は聴力を取り戻した。先生ありがとうございます。早く病院に来られたのが良かったです。でもなんで治療は早い方がいいんですか？発症から1ヶ月すると聴力が固定されてしまうからですね。一度固定されてしまうと治療の効果は期待できないんです。なるほど。まさか。今日のワンコ可愛いな。突発性難聴の原因は未だに分かっていない。私たちにできるのは耳が聞こえづらくなったら早く病院に行くことだけだ。3番ホームから出発します。聞こえる。今日の授業は終わり。また来てね。